はい、どうもコミです。さて本日はこちらつむぎ組さんからお届けしたいというふうに思います。で、今日はタウンホール1213の動画になるんですけども、私のチャンネルよくご覧いただいている方はタウンホール1213においてネクロマンサーがとにかく強いよということでね、話をしてきていたのを覚えていただいているかなというふうに思うんですが、ですね、今やっぱりですね、13においては特にドラゴンがね、流行り始めています。まあ、当然なんですよね。ドラゴンライダーが登場して、14ではもうドラゴンが無双状態で、環境を折檻してますんでね。もうそれは当然のようにみんな13プレイヤーもドラゴンにこう移ってくるんですけども、そうすると何が起こるかっていうと、インフェルノタワーがシングルに結構変わってくるっていうケースがね、最近よく見られるんですね。で、これまあドラゴン対策としてはすごく効くんですけども、一方でこれやっちゃうと、スケルトンに弱いんですよね。まあ、つまりネクロマンサーに弱いわけですよ。で、今日はそんな環境の中でだんだんこうね、存在感が増してきているネクロマンサーの使い方、特に面の取り方に関して見ていこうというふうに思います。で、今日タンホール13が2本、12が2本ですね。で、1本はちょっとね、失敗のパターンも含めていこうと思っておりますので、その合計4本立てていきたいというふうに。まずはこちらですね、おばちゃんさんのタックがね、すごくこれ、今回冴え切ってました。めちゃくちゃ綺麗に決まってるんで、ぜひ見てほしいんですけども、ネクロマンサーをドバッと出すパターンの中でも、今回は、スパジャイネクロですね、これ、フレンド対戦をする場合なんかには、スパジャイが自由に組み込めるんで、使ってらっしゃる方も結構多いんじゃないかと思います。で、普通の対戦だと、スパジャイを解放していないプレイヤーの方の方が多分多いと思うので、見ることが少ないかもしれないですけどね。しっかり面を、地面にこう、まず広げていくんですけども、ここをこう壊していってるじゃないですか。で、これがポイントなんですね。一つ目は、この平らな面に沿ってユニットを全部出す。で、ウッドランチャーでタウンホールに向かっていくときに、こういう風に、わかりますよね。こういう風に、すぼんでいく絵を描いていくんですよ。この、網線にしたこの四角の部分っていうのが残っていると、これがね、広がっちゃってユニットがばらけるんですけど、序盤っていうのは、見ての通り、こう、スーパージャイアントが縦役になってくれてるんで、ネクロ本体やられないんですよね。なので、ある程度広く出して、面の広さを使って、押し上げていくっていうのが前半の勝負なんですけど、後半になってくると、どうしても、スパジャイがやられます。やられちゃって、スケルトンとネクロで攻めていかなきゃいけないって状態になるんですね。でそこで束になっていないと、一体一体の、ね、ネクロマンサーとスケルトンの数が、相対的に少なくなってしまうがために、こういうマルチインフェルノとかシングルインフェルノにもどんどん押されていっちゃうんですね。でそうならないように、後半ちゃんと集結するようなこういうね、なんていうかな、先の方が尖っているような形に持っていくっていう感じですね。これ結構ね、やりがちなミスとして、この辺壊しちゃって、で、最初狭い面で後半広げていくっていうパターンがあるんですけど、これね、後半のところに、まあ、この辺にね、シングルインフェルノとかぐらいなら、まあ、いけるかもしんないですけど、もしこれマルチインフェルノとか投石機があった場合、今回のパターンみたいですね、おそらくこれに全部やられちゃうかなと思います。序盤にスパジャイが全部やられて、下げ取れるユニットがいなくなっちゃうんで、後半部分の範囲攻撃施設がもう容赦なくネクロ本体を攻撃してきちゃうんですね。で、そういうところに対してロイちゃんを適宜当てるとか、まあ、いろんな対処法はあるにせよ、序盤でも勝負を決めようとするんであれば、後半のこういうですね、範囲攻撃っていうのはもう、呪文で事前にこう潰してしまって、無力化しておいた上で序盤広く後半狭くっていうね、形で持っていくのが、結構ですね、有効なのかなと、今回の、おばちゃんさんの攻めを見ていて思いました。これもう一本ね、あるんで、ぜひそっちも見てほしい。もうこれですね。同様です。タウンホールに対して遠目から攻めていくんですけども、どういう風にプランニング組んでいくかというと、クエイク2発のライトニング5発ですね。これを、ここにやっていく。ね、さっきと同じ。右、置くというかね、いうところにやっていく。で、これもまあ、クエイクもうまいですね。いい場所を測って、マルチインフェルノと投石機、両方ともこれ狙いましたね、これね。すげえうめえなと思うんですけど、こういうところ。で、これね、こういう風な形を作るんですけども、投石機から見て、この外周部分のこういうところ、これも残っちゃうんですが、単体攻撃なんですよね。アチャと大砲とか。なので、外周流れていった、ネクロスケルトンに、こっちはもう処理させちゃえばいいやっていう感じですね。
主力はあくまでこのゾーンにいるネクロとスパジャイなので、こいつらをウッドランチャーともにタウンホールに向かわせていくという感じですね。でやっていくことによって、はい、序盤はスパジャイがしっかり投げ取ってるんでネクロが全然やられてないですよね。でもこの辺で中盤に入ってくるところら辺でもうスパジャイがほぼほぼ消えちゃってるのが分かるかと思います。で中心部分に対してはきっちりイエティがウッドランチャーから出てきているんで、こいつが、アーチャークイーンとかを守っていくというか、ね、まあ、ババリアンキングも中心に入ってるんでババキンもしっかり立役になってくれてますけども、ここから先っていうのはもうアーチャークイーンがもうほとんど露出状態でいってるので結構際どかったんですよね。これクロークが残ってギリギリですねタウンホール壊せました。これも良かったですね。多分壊せなかったら全開いかなかったという意味では少し危うさがあったんですけども、これキングがねこっち側にこう出ちゃってイエティもそこからこう出ちゃってるんでね、この辺だいぶ中央の、体力が、薄くなってしまってアチャクイに、ダメージがもろ集中しちゃったっていうところがね若干誤算だったと思うんですけども、まあ、こういう壁を殴り上げちゃうっていう誤算はまあ多少やっぱこの攻めにはどうしてもつきものであるので、まあ、そこはうまく臨機応変に対応していくしかないかもしれないですね。でこんな形最終的には、アーチャークイーンがしっかりタウンホールを落としてくれたおかげで、その周辺部分っていうのはもう全然ネクロ、怖くないのでね、もうこんな感じ大量のネクロマンサーとスケルトンでもう圧倒的に押し切っていくという感じですね。やっぱり後半すぼみ型っていうのがいいのかもしれないですね。このネクロマンサーラッシュ系の戦術をするにおいてはおそらくゴーレムを出してもそんなに変わんないかなと思っていて、まあ、ゴーレムって言ったって、序盤中盤で溶けてしまうのでね、まあ、そこから先やはりスーパージャイアントと同じように、いなくなってしまう。でいなくなってしまった後に、ネクロスケルトンがどれだけ伸びるかっていうことを、考えるとやはりですね、そいつらを集中的に一点にこう集めて数の力で突破していくっていう、その数の力をよりこう強力にさせるために、散らさないっていう工夫、まあ、それが呪文によって行われてるっていう感じですね。なんかだいぶこねくり回し難しく言っちゃいましたけども、まあ、簡単に言うと後半部分当たりそうな、相手の主力防衛をライトニングで潰しとけってことですね。前半じゃなくて後半当てるところを潰せということですね。すんげーシンプルに言うと、はい。ではですねもう一本見ていこうと思います。これリュウキさんのアタックかな。タンホール12ですね。リュウキさんのネクロはマジでうまいですからね、本当に。これもすごいんですよ。後半当たる、部分、ここのマルチインフェルノ、これをライトニングクエイクで潰していって、で、こっちもかな、これ、リュウキさんの場合、前半も潰していきますね。アンコール12の場合って、投石機がない、まあ、インフェルノタワーのマルチが結構主力な防衛になってくるので、まあ、このネクロラッシュをする上ではなってくるので、そこをしっかり呪文で潰していきますね。で、この面からドバッとやっぱね広く面を取って出していきます。で、すぼませ方としてはこんな感じでこうすぼませるイメージですね。こんな感じで、はい、でウッドランチャーを斜めからこう投入していって、このマルチインフェルノの部屋、この壁までを開けていきたいという思惑なのかなというところですね。グランドウォーデンがいるのは4次面の方ですね。こっちの面の方でちゃんと中心部にグランドウォーデンが入っていって、バーバヤンキングも壁の中タウンホールの方に向かっていってるって感じね。これただねちょっと誤算だったのは壁がね壊れきれないんですよ。このつなぎ目のところ、あともう一発多分行けば壊れたと思うんですけどね、壊れなかったので、まあ、そのおかげでですねこのマルチインフェルノの処理相当苦戦します。相当、まあ、ただ仮にこう壊れなくても行けてしまうのがこの戦術の、まあ、逆に言うと怖さなのかなっていうのをちょっとね、思い知らされたというか、そのまんまね、本当に、アーチャークイーンと、アイスゴーレムで、後ろから2体入れている、このね、スーパーアーチャーがね、実は結構いい仕事するんですね、こんな感じで。スーパーアーチャーをね、リュウキさん必ず2体入れるんですよ。このネクロマンサーラッシュ攻めするときに。で、こいつらが、結果的にはほらほら、こんな感じ。体力だいぶ削られながらも、はい。マルチインフェにターゲットを取ってくれて、でそれに呼応するようにグランドウォーデンもマルチインフェを殴ってくれたおかげでギリギリマルチを降り切るんですね。これでそこから先は上方面回り込んだ、あアチャクイ上にいたのか、すいません、アチャクイ中央いなかったですね。上から回り込んだアチャクイとネクロマンサで、ね、フィニッシュまで持っていくっていう感じですね。いやーこれはすごいよね。ちょっと厳しいんじゃないかなと思ったんですけども、あそこで生きてくるのがスーパーアーチャーなんだなっていうところで、
まあ、スパーチャーぜひね、この龍樹さんのパターン、結構いい仕事すること多いんですよ、なんだかんだ。前にも自分それを特集的に動画上げたことがあるんですけど、今みたいなね、絶望的なマルチインフェルノにもスーパーチャーワンチャン届くし、そいつがターゲットることによってグランドオーデンもそこに、照準を合わせてくれるんで、ワンチャン突破できちゃうんですよね。これはいいですね、本当に。マルチ3本でもこんな風にネクロラッシュができちゃうんで、やっぱちゃんとプランニングのところで、どういう風にネクロマンサーをシリスバムに持っていくかっていう、そのまあ考え方。あと、それを実行するための呪文、ライティングクエイクを使っていく。これがちゃんとできればですね、この形は多分誰でもできるだろうなという思います。で、龍樹さんのアタック、もう一本見ていきたいんですが、ですね、龍樹さんがね、一個失敗したのもちょっとね、上げさせてもらえたらなと思うんですね。ごめんなさいですね、龍樹さんには。どこだ龍樹さん、どこだ龍樹さん、龍樹さんはこれか。はい、これですね。タウンホールが残っちゃうんですね。で、残ってしまう理由は、この壁が開かなかったからだと思う、確か。ちょっとまあ見ていきましょうか。そうですね、まあ一つ、今回のケースで、ごめんなさい。参考になる点は、このカード。こういうところから、ネクロマンサーたちを入れるのって、めちゃくちゃ難しいなってことですね。ゆうきさん、これちゃんとライトニングクエイクで、こことここを壊してるんですよね。壊してから、この面、この角面で、ネクロマンサーを展開していくんですけども、それでもね、中心に向かわないんだなっていう。それちょっと驚きでしたよね。はっきり言って。こんな感じ。しっかり広くネクロ出してるじゃないですか。ネクロ、こっからここまでこういう風にカバーしてるんですよ。こういう風に。こんだけカバーして、中央部分に遅れて出したバーバリアンキングとアーチャークイーン、フットランチャーの後ろからこう攻めていくわけなんですけども、取れちゃうんですよね。まあ、このやっぱりね、中央部分にある、なんだこれ、イーグルホ、の手前のところ、これ多分、エアスイーパーかな。これ壊れちゃったせいで、ネクロマンサーたちがターゲット取る施設がなくなっちゃったと思うんですね。で、タケが取れなくなって中央に向かわなくなり、結果的に行ったのは遅れて出したアーチャークイーンだけと。ということで、相手のアーチャークイーンと捕まり、かつ、嫌なことにね、これ、ラバハウンドが出てきちゃったということですね。壁は開きましたね。うん、開いた開いた。ごめんなさい。開いたけど、中に入っていたユニットが少なすぎてダメだったんですね。なんとかイエティたちがタウンホールに向かっていっているんですけども、中央部分にやっぱりネクロマンサーが遅ればせながら、今こいつらがね入りそうになってきましたけどね、遅すぎましたね。時すでに遅しで、後ろから来たユニットも全部ギガテスラのね攻撃に落とされていってしまって、まあ、結果的にはこの壁の中からギガテスラがガンガン打ち込んできて無双しちゃったっていうところですね。いやー、なんでね、龍樹さんレベルのプレイヤーでもここに入れるのって結構難しいと思うので、これドラゴンだったらね、また話は違うんですね。こういう風に出すとドラゴンって、このベクトルの、なんていうかな、出会うところっていうのかな、このベクトルとこのベクトルの中間、この部分にこうね集まってくる習性があるんですよ。こう出すと、こういう風にこう集まってくると、ネクロマンサーって壁のやっぱ影響を受けちゃうんで、なかなかそう直線的に集まれないんですよね。なんで結果今みたいにこう両サイドに流れちゃう、ね、でやっぱギガテスラって残しちゃうと延々とスケルトンを倒しながらネクロ本体を焼いてきちゃうので、やっぱ厳しいですよね。中央部分にやっぱりババキンが入ってくれたりするだけでだいぶ違ったと思うんですけど、まあ、そこが入らなかったところが今回龍樹さん誤算だったのかなというところで、角から攻める場合にはちょっと注意が必要ですね。 なるべくならこういう面で、あとこういう面で、こういうね、この4つの面どこからか攻めていくっていうパターンにした方が、確実性は少し高いのかなっていうふうには思います。まあ、角から入れるのって難しいですからね。そもそも難しさはあるんですけども、当然できなくはないし、おそらく改善点もあるんだと思うんですが、横長の面でやるよりは少し難易度が上がるというところをね、覚えておいてもらうと、事故が少し減るかもしれないですね。というふうに思いました。はい、というところでですね、本日はタウンホール12、13のネクロラッシュ、紹介をさせていただきました。面の取り方というところですね。で、今やっぱり特に13、ドラゴン環境にもだんだんなりつつあるので、そこでシングルインフェルノ増えたところを、ネクロマンサーで射抜いていくというね、この形は、まあ、これからしばらくまた使えるかもしれませんので、ぜひね、参考にしてもらいながら、バシバシ展開取ってみてもらえたらなというふうに思います。
そして私のチャンネルなんですけども、タンホール12から14までこう幅広くですね、九段対戦の解説系の動画やっております。この動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いできたらと思いますし、これからもどうぞご視聴よろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。